田信玄どうでしょう。風林火山でスピード、ポジショニング、オフェンス、ディフェンスには定評あります。え、風がスピード、林がポジショニング、火がオフェンス、山がディフェンス。確かにそんな感じ、確かにそんな感じするな、バカ野郎。滝廉太郎はいかがでしょうか。後世にも語り継がれるような素晴らしい作品のようにプレイでも記憶に残るスーパーなことができると思います。工場の月、工場の月。いや思いつかなかったツッコミの言葉が。私に帰りなさい、記憶をたどり、優しさ…やめろ、歌詞を書くの。タコ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 焼きマントマン。あの20代前半は知らないでしょ、たこ焼きマントマンのことなんか。歌ばしてまた。今日友達に別れ際さよならって言ったら、えっと聞き返された逆、鼻で笑われてとても恥ずかしい思いをしてしまいました。責任取ってください。さよなら可愛いだろ。さよならって、彼女にさよならって言わしてみ。マジで可愛いから。俺は言わしたことないけど。母国からいつも楽しく拝聴しております。紀平梨花選手、演技をしている姿、すでに新女王になる風格さえ感じることができました。ここで質問なのですが、どうすれば彼女と結婚できますか。訴えられろ、お前は。お前は訴えられて、紀平さんと法廷で会え。お前みたいなやつは。ちょっと皆さん集合です。田所関係のコメントした人集合してください。何度も言ってますよね。少年も見るチャンネルなんです。わかりますか。あと高畑優太さんとか田中幸喜さんとかもそういうやつもダメです。健全なんです。私はサッカーゲーム界の NHK になりたいんです。今宵は他から始まる選手の交渉からですね。はい、前回ですね、あれ、あ、ケイタか、ケイタを獲得したのでございますから、ここで名前で相当すればいいんだ。他から始まる選手でございますから、一番の人気を言うとですね、まあ、田中達也選手が一番人気でしたね。田中達也選手が。で次に、まあ、玉田圭司選手だったり、高原選手だったり、あと田中俳馬選手とか、あと田中マルクス・ツーリオ選手とか、そのあたりですかね。だからそのあたりをちょっとリストに入れてですね、まあ、順番にトレードしていくような形でいきたいと思います。今日寒すぎて、今日っていうか、まあ動画が公開されている昨日か、動画が公開された前の日なんですけど、めちゃくちゃ寒くね。もうビビってんだけど、本当に寒すぎて。もうなんかあれですよね、寒いとやっぱりこうあれですよね、縮こまっちゃいますよね、いろんなところが。田中達也強っ。は？異次元やん。強さ異次元じゃんか。なんだこれ。あ、田中俳馬選手もいいですね。いいよ。フロンターレの谷口もお願いしますっていう話でしたけど、谷口翔吾選手はいませんからね、この時代は。ひろゆき選手はいますけど、確かにでもいいな、ひろゆき選手。あと、高原。高原選手、強え！高原、強えぞ！強えぞ！高松選手とかもいいですね、確かに。日本代表ですしね、元ね。僕のね、お父さん、高松とそっくりなんですよ。高石幸太郎。ダメです。まあ、こんなもんかな、リストは。こんなもんでいいかなと思います。どうですか、皆さん。結構来たでしょ？これだけあれば、トゥーリオってフォワードもできたりするの、これ。まさかの、あ、できないか、それはないか、さすがに。トゥーリオ強っ。まあ、この中で一番ちょっとびっくりしたのは田中達也選手ですね。田中達也選手ってウィングできるやんか、ウィングー。ちょっとこれロイヤーとさ、トレードっていうのあり。しかも ST もできるし、ロイヤーとトレードしていい。一回ちょっとロイヤーとトレードしてみよう。田中達也やっぱ一番人気やったし、ちょ、やっぱ豊田洋平はね、取っておきたいんですよ。若干ロイヤーとトレード、これほぼさ無条件でいけるでしょ。ほらほぼこれいけるから、これ払っとくか。180ぐらい、これ700ぐらいで、これでこれワンチャン、これマジで本当にあれできんじゃない。でこれで田中達也が取れたら、やで、外国人選手も取れるっていうことになりますから、どうです。取れない。高原も浦和にいんの。浦和どんだけ強えんだよ、マジで。
浦和強すぎじゃねこれ。ちょっと普通に考えたら、しかも高原もウィングもできんだね。これ見てください、これ。しかも左サイドなのサイド適正。高原行きますか。高原はウィングもできるしね。ちょっとどうしようかな。ちょっと田中達也、これじゃあ1000ぐらい払ってみるか。1000ぐらい、700820ぐらいいく。820ぐらいで、これだったらなんか入りそうな気するけどな。福岡との試合、その前にちょっと見ましょうか、リーグ戦情報を。猫にゃら FC ナンバーワン、チャレンジザトップ。いや38、勝ち点38も取ってんだ。もうこれあと残り何試合だ。これちょっと見ましょう、試合に行って。アビスパ、レイソル、ビスル、それが今回の動画ですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、19試合、動画6本7本ぐらいか。なるほど、動画6本7本ぐらいか。アビスパ福岡ホーム戦、疲れてる方いらっしゃいます？もうあと6本7本の世界ですから、だいぶあれですよ。それはちょっとジョーゴ行くか、スタメンで。6ターン絶好調なんで6ターン使います。ヤマシーも絶好調なんで坪内さんと変わります。でウッチーと、ウッチー坂本ちゃん行くか。これで、あ、まあいいか、これでいいか、これでいいや。ハーフナーマイク思い出した、すげえゴール決められた記憶あるわ、 J2 の時。ジョーゴスタメンだからな。よっしゃ、行きます。さあ今試合が始まります。ジョーゴ、まあ負けたくないよね。で高原選手もここで入ってきてもらって、スーパーなロイヤー、トレードに出されてるけど、おお来たよ。ロイヤーは悔しい思いをしている今。オッケー、ロで取った2人ともこう放出されるって、もう何のためにあの時の移籍交渉したんだっていう、あ、そういう事案発生してますね。半年もいないっていう、あの時に獲得した人半年もいないっていう大事件発生します。これはそれだけ相手も必死ですから、そう簡単にはいきませんよね。前半15分が経ちました。待って、ぶち抜かれんのそれ。ナイキーだね、ロクティン。ちょ、ロイヤー攻めていこう、こうなったら。ロイヤーに思う存分、チームの思い出を作っても。打てないかい。え、ナイス、ウッチ。うまっ。ピピ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 ピ、大丈夫ならそのいらないだろその演出。パチンコかよ。いきます、先制のチャンスだ。勝っちゃうならダメです。来た、来ない、来た、さあ中から行きます。あらこれ勝っちゃうアシストじゃないの、梅崎のつかーさあ。これ買っちゃうんでしょ多分。そうでしょ、そうでしょ、これ1番でしょ、違う、1番でしょ。ほらこれアシストランキングトップに立ちマージャンですね、これね。マジ MVP か。いや買っちゃうがチームの中心になるって、もう失礼ですけど、ご本人様に失礼ですけど、誰がなるって思ってました。ロイヤー、ロイヤー最後の試合の可能性あるからな、ロイヤーこの試合が。ナイス、来た、ロイヤーぞならず。ロイヤー追え、ナイス、ロイヤー負けんな、ロイヤー追え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 、まずいやつ、サーブがいるから、オッケー。オッケー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 。いや、いいんじゃないでしょうか、非常に。やっぱイズムもね、あれなんですよ、ケータに劣ってないというか。うまいぞー、いけないか、
それは全然ダメなやつ。カットして、ここは戻します。ヤマシナイス。来たか、いいでしょ、来たか、ビビビビビ、内田、ロイヤー仕事してこい、ロイヤー、ダメです。カッチャン追いつけ。オッケー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 。誰だこれ、カッチャンか。おっと中4人いますよ。うまい、いや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 、ナイス、もっちゃんいいな、素晴らしいな。スライディング、おイエローカードもらった、狙われてます。ウッチーがアフリカ系審判、 J リーグで アフリカ系審判見たことないけど。梅崎、家なら抜かせません。カットファールです。主審に呼ばれます。イエローアフリカ系審判、はい、ここで交代の動きがありそうです。うまいぞ、今よろしいでしょうか。いやホーム側ですけど、なぜ今ペロンペロンした。もっとサイドへボールを振っていけと。おい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 、エリエリ、オッケー、変えよう。もうトヨーディはちょっと最近全然点取れないな、マジで。石川行こう、石川。さあ、シローチャンス、チャンスですよ。コメントでね、シローちゃんと来てました。シロー、松岡シローのおとりだ。シロー、シローが空を飛ぶ。シロー、恥ずかしいな、一人で歌うの。しかも、架空の選手の名前で。そんな人います、世の中に。ここにいます。やめちくり、オッケー。さあちょっと攻められてるけど、攻められてるけど点を取られるわけにもいかない。やめちきり、やめちきり、やめちきり、オッケー、危ねえ、奇跡だろ今の。いや素晴らしい、両チームね。いやー、まあ梅崎の通知なんですね。で、ジョーゴも良かったと。あ、カードもらったから 5.5 だと。で、勝っちゃう、ナイスやねー。いいよ、700ゲットしてる。どうなる？そして交渉は、シジネが上がっている。おー、石川がそんな上が、あ、石川。いや、石川はいいんだよ。別に上がんなくてもよ。どうです？交渉も9月までだからね。決裂！まあ、玉田もね、ウィングできるんで、じゃあ次玉田行きましょうか。玉田とロイヤー。まあ、田中達也強いな、でも。玉田と田中達也ってちょっと待って、比較対象、どう？田中達也の方が強いね、全体的には。あー、なるほど。まあ、玉田もね、コメント欄に人気ありましたから、玉田で行きましょう。田中達也選手、高原選手、玉田選手のこのローテーション。ロイヤーが生贄です。これっていらないじゃん。移籍ポイントね。これ777。1000ぐらい払う。今年ね、名古屋で活躍されて、まぁ、ちょっとね、契約があれでしたけど、まぁ、いいでしょう。で、勝ち点差はどんどん開いていますよ、これは。間違いなく。ほら、41ですもん、もう。で、ゴールランキングとアシストランキングですよ。まぁ、ちょっとゴールランキングは停滞しているんです、かっちゃんが。アシストランキングは1位で、行きましょう、柏レイソル。もう最近この歌がさ、寝る時とか頭から離れねえんだよ。これ。てみたいなやつ。あ、待って、見にくいんじゃない？ユニフォーム。大丈夫か？見にくい説あるけど、ユニフォーム。ウッチ変えよう。ウッチ坂本ちゃんです。で、あとは、調子いい人、いませんね。まあ、ちょっと家長もうちょっと疲れてるんで変わっとくか。上後に。タバーティとか全然最近試合出てねえな。まあ、これでいいんじゃないですか、これで。これでいきましょう。サントス・アレサンドロ。乾隆もいますからね。雨降っとんな。雨。雨の日のネズミ色は見にきんだよな。ネズミ小僧みたいな色の服だからよ。こっちは。取れる！トヨーディ！ああ。中央から行きましたが、ボールは繋がっていきません。待って、そんなぶっこ抜かれることある？ど真ん中を。何してます？ディフェンスの方々は。
脇嶺としては、まあ、ああいう守りができているとプレーに打てシャントス、ナイス、取ってないの、ナイスカット、みっちゃんこれ通るでしょ、トヨーディにで、これ切り返して、さあ来たぞ、そろそろ点みたい、なぜ、今日の意気込みが感じられるシュートを放っていきました。いや、いい感じです。あー惜しい、ロイヤー超特急惜しい、ロイヤーね、この試合がラストかもしれないんで、下手したら毎回それ言うけど、指示ね、追いつくだろ、ナイス、戻す、戻して蹴る、オッケー、危ないところでした、トヨディナイス、ロイヤー行け、脇嶺ここからの攻撃になります、いやー、ない棒だね、シュッシュッシュッ、うまい、うますぎるなあ、お邪魔したロイヤーが30分を回りました。そこさカバーできないの、ナイスだね川口よしかっちゃん、いい、ね、うますぎ展開、入らんのかい前半残りナイスケイタ、ワールドクラスの、ワールドクラス見せます。来た来た来た、かっちゃん。かっちゃんです、私が。あ、ダメでした。なんかめっちゃシュート打ってるけど、全然入らない、入らないんだけど。セイドゥケータは左利きです。ダメです。ちょっとよろしいでしょうか。ロスタイムは2分です。ないでぃ。ロスタイムだからね。もう前にガンガン出したい。ほら来た、つかさー、最近つかさのゴールがすごく連続しています。4号機です、つかさは4号機でした。すげー、いや素晴らしいね、はい、ストック機能ついてます、1ゲーム連です。何のこと言ってんだこいつはって思ってる方は、若いっていう証拠なんで、頑張って僕についてきてください。ちょっと自分で自分が何言ってるか分からなくて言葉が詰まっちゃってるんで、ナイス前半、いやいいですよ非常に、よしよしよし、よし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 、シュッ、ピーピーピークイックリスタートしちゃおう、たまにはダメです。大きく横へ運んでいきます、まずいんじゃね、ナイス、ボールが入った、シズレ、ナイス、これ取りたい、ナイス、つかさ、縦に出したつもりが、オッケーオッケーオッケー、コーナーキックで変わるの怖いけど、コーナーキックで変わろう、ロイヤーちょっと下げよう、もうとりあえずロイヤーだけでいいか、オッケーオッケー、ちょっと怖いよこれ、怖いよ、危ない、選手を変えてきます、ちょっと頼みますよ本当に、シロが前目のカードを切ってきそうです、シロがいるから、ちょっとシロがいるんだから、ナイスボールか、まずい、ぶっ抜かれるぞこれ、オッケー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 、現在1点差をつけています、いやーファールはよ、中東の笛か審判、ナイス、回します、逃げ回す、いいよナイボー、おっさいか、戻ろうとしたところです、いやーいやー、今知らせがありました、ロスタイム4分です、うん、思ったよりありましたね、オッケー、坂本うまい、ナイスボール、ダイレで開けちゃう、いいですよ、そこを狙っているかっちゃん、ここはなんとかクリアです、もうピッピでいいよ、もうピッピッピで審判、オーケー、危ねー、なんかもう勝ち切れてない感じがすごいけど、危ねー、川口がマオブか、まあまあそうかもしれない、確かに、さてここですよ、川口は現状維持ギリギリしてるって感じだね、うん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 
さあ、この交渉40節どうなるか、どうなる、どうする、なぜ。まあ田中達也にもう一回チャレンジするか。じゃあちょっと移籍ポイント払うかねえ、まあ、田中マルクス・トゥーリオでもいいんですけど、今割とセンターバックはね、割とねいい感じではあるって私個人的には思ってます。はい、だからまあどっちかっていうと田中達也がいいな、田中達也か高原さんか玉田さんがいいなっていう気はする。田中達也、順番で言う田中達也ですね。行きましょう。ロイヤー、ここでさトレードであれしたらもうこのうちの払うか、もう1300ぐらい、1500ぐらいで770827奮発しちゃう、申し込む。まあリーグ戦順位表見ましょう。順位表、まあこれはもうちょっと勝ち点差9まで広がってきてる、すごい。失点2っていうのが恐ろしい。でゴールランキングは梅崎の司さんがだんだんこうじり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 上がってきてる。まだまだないな。ロイヤーが今アシストしたんで、ロイヤーが何気にアシスト2本で8位にいると。なるほど、はい、ヴィッセル神戸ですね。ヨルディバイスはスタメンなのかしら。ヨルディバイスはスタメンじゃないんかい。スタメンじゃないんかい。まあ、かっちゃん、ロイヤー、まあ、この辺はちょっとスタメン、あ、安倍ちゃんでも、でもかっちゃんとかロイヤーをな、ロイヤーも最後の試合の可能性あるしな。ねえ、このままいきますか。ヨルディバイススタメンじゃないんかい。まあ、こちらはね、まあ、ベストメンバーといっても過言ではありません。また雨降ってんじゃん。もう雨の日のネズミ小僧、水れんだよ。マジで。ナイディ。やばい。さて、どうする大久保嘉人。大久保嘉人。待て待て待て。オッケー。ここは精一杯クリアします。二人いたんですけどね。いや、いいよ。シュッ。あ、ロイヤー上上ボール、おっと、またいいよロイヤー、それそれ、ロイヤーはそれそれそれでよく点取ってた感じがする。吉田、中盤の選手です。左サイド、ナイディだね。いや、いいね、ロイヤーに花を持たせる。しました。まだ得点はなく0対0。シュッ、なかなか前線で攻め始めている様子が目立ってきているようですが、ちょっとダイレで打ったの失敗だったかなこれ。さあコーナーキックチャンスだからね、我が軍の得点パティ。はもし、えコーナーキックです。ドゥキシッドゥキシッってことか。いきましょう、もう一回同じような球。あ、全く同じような球。トヨレートヨ、あ、違う、トヨグバー、泣きそう。私はトヨグバの得点を待っていたよ。トヨグバさん、トヨグバさんの得点を待っていたよ。もうかつてのマナブンに話しかける感じの主張が2年ぶりぐらいに飛び出しました。は、何学ぶんてって思ってる人はですね、もうちょっと昔の動画になりますけど、ぜひサカツクの動画 を見てください。先制しましたけどね、安心すぎると一気に返されることもありますから、その辺は注意したいですよね。いいよ、やってるよ、やってるよ、あるよ、ないよ、いいよ、待て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 、ストップ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 、シージネイ、ナイス、シージネイ。これ縦いけんじゃない、いけなかった。シュッ、あー、まず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 。新幹線みたいに通り過ぎたけど今ウッチーが、おー、ナイスクリア。いや、跳ね返し、跳ね返しだな。待て待て、あぶね、は、もうこぼれ球相手に行くやん、キーパー、あお。いや、いいよいいよ、サイド際をつないでいこうよ。パスをつないでいく。しかし北澤さん、何でしょう、うまいよみっちゃんが切り返して、ピッ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 、はぁ、流れは変わってない気がしますね。ピッ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 、余裕はあるんでしょうかね。さあ、一人で上がっていきます。もぎ仕掛けてきた。いいよ、ケイタなら大丈夫でしょ。抜かれるんかい、
シュート早っ。タイミングフィニッシュかな、金崎ムーカイ。タイミングフィニッシュかなっていうくらいシュート早かったんですけど今。マジか。まあナイスゴールとしか言えん、今のは。今のに関しては。ああ、どこ見てます？怒ってんな。まあ同点に追いつかれたんですけれども、点を取るしか勝つ方法はないんです。サッカーって同点に追いつかれた場合どうやって勝つと思います？どうやったら勝てると思います？皆さんクイズです。これはあのね、もう1点取ったら勝てるんですよ。もう1点取れば同点の時勝てるのがフットボールです。ちょ待って待って待って、それはなしだろ。 OK、 いいよロイヤー、いいよロイヤー、シュッシュッシュッ、ぶち込めロイヤー。なぜだ、まだじゃあ、あのさっきのとんでも速いシュート見る限りまたちょっと危ないからね、あのバイタルとかああいうペナルティエリア内で持たれると。 OK、 ロイヤーが空いてるで、ワンツー、いやーパスがペロンペロンになるな、ダイレが相変わらず。ナイスカット。選手に対してもっとサイドへボールを振っていけとメッセージを送っていました。オッケー、あっ、いいよいいよ、変わるか、変わる人いるっていうか、どうしようかな、ロイヤー変わるか、阿部ちゃんとで、豊久鉢点々取って調子そうなんで変わえずに、上後引くか、あとウッチ坂本ちゃん行こう。ちょっとマジ勝ちたいよこれ。さあ、うまい、シュッシュッ、豊久保泣きそうだよ私は。豊久保が2点目取ってくれたからみんなめちゃ喜んでるじゃん、ほら。あのね、めちゃくちゃ喉痛いです、騒ぎすぎて。マジで騒ぎすぎて喉が痛いんですけど、俺は騒ぐだろ。去年の J2 得点王が復活ののろしを上げたんで、ここね、一回持ってから R に押しながら切り返してズドンですよ。これですよ、豊久保が豊久保たるゆえんは、別名トヨディ。トヨディってそもそも何なの？ナスディみたいななんか言い方されてますけど。いいよ、ケイタ。セイドゥケイタがワールドクラスの違いを見せつけるとき来たな、これ。バルサ仕込みのドリブルから取られる。いやー、取れねえ。チャンスになるか。よーし、あ、ね、じゅ、あ、待って待って、モギディフェンダーナイディー。すごく大切な時間だから今、87分って。モギナイスケイト、もう一回スローインになります。すごく大切な時間だから88分って。ここでやらせんなって、これ、これ危ないの、危ないって、危ない、嘘だろ、危ぶ。いやだから危ねえんだって、ここでちょめ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 持たれると。やらせんな、絶対やらせんな。オッケー、ちょちょ、詰め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 ろ詰めろ詰めろ、オッケーオッケー、それも出しちゃダメ、オッケーオッケー、危ねえ。これは完全にトヨディでしょ、ほら、復活ののろしを上げるトヨディ。やった試合になりましたよね。いや、これ1万ポイント到達、素晴らしいね。誰か上がりそうだったよね、めちゃくちゃ。誰だっけ、あ、トヨーディだ。トヨーディめっちゃ上がりますよ、これまたズドンと。決裂かい。まあ1万ポイントあるんで、ちょっとこれどうしようかな。まあ、もうちょっとポイントを出してもいいのかもしれませんね。あとは考えうるとしたら、あれじゃね、浦和も名古屋も、あ、待って、玉田はこれ、どこにいんだ、あ、名古屋か。浦和も名古屋も、あれですよ。外国人枠がいっぱいの可能性ありますから、そういう意味で断られてるっていう可能性もあります。だって1、2、カルロス・サンチェスするからね、2、3、4、5、ほら外国人枠いっぱいなんだよこれ、だから
名古屋は1、2、3、4、ほらそうでしょ、これ外国人枠いっぱいなんですよこれ。まあ勝ち点は12開いてます。12、これもう独走入っちゃってますよこれ。ちょっとトヨーディもゴールランキング復活してきたんじゃないの。トヨーディもほら6ゴールで一応これだってね、あと2ゴール決めたら、2ゴール3ゴール決めたら1位ですから、これ全然あるよ。トヨーディ帰り咲きも。アシストは、あ、かっちゃんと梅崎がすごい、いやすごい。で次回の試合はですね、大分トリニータ、で交渉とあって、京都名古屋。なるほど、じゃあ次回の交渉ではこのターから始まる選手はね、あれしたいですね。で9月で終わりですから、あと2人ターから始まる選手プラスその次の選手ぐらいまでかな交渉は。でもさ、ロイヤーが移籍交渉に出せないってなると誰を出す、トレードに。シローになっちゃう、シローになっちゃうっていう可能性ある。どうしようかな。まあちょっとその辺も考えながらちょっとやっていきましょうか。評価点ランキング、フォワード三浦和義が 6.87、 あ、モリシーが 6.41、 ディフェンダーはチェ・ソンヨン、はあ、ゴールキーパー川口義勝。次回もタから始まる選手やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まさか外国人枠が絡んでオファー断られてるとは思わなんだ。でも絶対そういうことですよね。は、猫ニラお前バカかよ、考えりゃあかんだろ、アホか、算数もできねえのかって思ってるそこのあなたもですね、そんなこと言わずにチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。さよなら。